東口育野駅は、兵庫県朝佐越育野町口金やあざ中筋にある、西日本旅客鉄道版単線の駅である、特急、浜風が停車する。かつて、関北本線に、同名の駅があったことから、これと区別するために、当駅発着の乗車券には、育野と表記していた。当駅で交換中の普通列車古線橋にある、駅名標相対式2面2線のホームを持ち、 交換設備を有する地上駅。駅舎は西口と東口両方にあり、ホームの跨線橋で連絡している。配線上では一線スルー化も可能であるが、信号機が片側設置のため、ホームは方向別になっている。一時期無人化されていたが、現在は福崎駅管理の簡易委託駅で、朝から夕方まで2009年3月に竣工した。 西口駅舎に駅員が配置されている。2021年3月13日に愛子家などの交通系 IC カードが使用できるようになった。鉄道では全国的に日本では珍しい右側通行となっている。新井方面からは上り勾配となっていて、新井方面から見て駅構内は左側にカーブしており、さらに左側分岐であるため、左側通行では 公配途中で分岐制限を受けてしまうので、蒸気機関車はホームへの停車が困難だったからである。以前はワンマン列車は改札口で切符を渡すように言っていたが、現在は運賃箱に入れる形式に変わっている。2010年4月、西口駅車内に長来市観工場法センターがオープンした。兵庫県統計所によると、 2016年度の1日平均乗車人員は273人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。停留所名行くの駅西口。ありがとうございます。